こんばんは、DR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉芳正です。こんばんは、MC の寺田由紀です。ということで、はい、ハービス大阪にやってきました。よろしくお願いします。しかも、はい、初のひな壇ですよ。そうなんですよ。過去最大ゲスト人数でございます。最大ゲスト人数ですよ。よろしくお願いします。でもここにね、田野さんいるから待ってください。そうなんですよ。あのひな壇のこの位置って、うん、あのリーダーなんで。おお、ちょっとハードル、ちょっとハードル上げてみてください。ひな壇リーダーなんで。まずでも自己紹介をちょっと、そうですね、田野さんからいきましょうか。僕からですか。はい、グジの田野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はスティーレラティーノ、ね、はい、今日はスティーレラティーノ担当で。じゃあ続いて、シティスクーデリアショップの松村と申します。よろしくお願いします。松村さん、お願いします。シティスクーデリアってどんなお店でしたっけ。腕時計のブランドになるんですけれども、はい、オンリーショップになります。はい、はい、じゃあそして続いて、はい、エクスクルーシブの田口と申します。よろしくお願いします。エクスクルーシブってどんなお店なんですか。はい、イタリアのブランドが取り扱いの中心にはなるんですけども、はい、国内のブランドも取り扱いをしてたり。国内のブランドとイタリアのブランドと、はい、じゃあ後ほどいろいろ、はい、お願いします。お願いします。ヤクブ公園の宮本と申します。よろしくお願いします。宮本さん、お願いします。今日入ってらっしゃるのはもちろん。そうですね、はい、ヤクブ公園、もちろん、はい、あ、じゃあきっといい匂いするんだな。ぜひ後で嗅がせてください。じゃあ続いて、はい、はい、PT ペルリングの乗り金と申します。よろしくお願いします。お願いします。リニューアルがかかるんでしたっけ。そうです。そうですよね。あのブランディングで PT トリノに変わるのに合わせまして、はい、ちょっとプチリニューアルで。なるほど、はい、じゃあ続いて、グジ、はい、大阪店の遠藤と申します。よろしくお願いします。グジ担当の方も別にいらっしゃって、いらっしゃる。めっちゃ緊張してるみたいです。ごいカンペ作ってるんですよ。カンペあるんですか。あ、言ったらあかんかった。あ、なんです。あ、すごい。そしてリング大阪店の足と申します。よろしくお願いします。足さん、よろしくお願いします。昨日ご紹介してた、もしかしたらライダーズ。あ、そうです。星葉さんがプロデュースしたアッカを、はいはい、モディファイした、モディファイした、はい、ジョセフでしたっけ。そうです。いろいろ聞かせてください。よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで今日ね、2020年のおすすめの春夏のコーディネートをですね、はい、ご紹介していただきつつ、うん、ここにせっかくゆきちゃんがいるので、男性の方はゆきちゃんを誘うデートの場所、いやこれを着て、ここに僕だったら連れていくよと。わー、嬉しい。急に緊張してきた。こんなおこがましい。あと口説き文句を最後。あら、それを全員カメラ目線でちょっとやっていただきたいんですよ。いいんですか。まだこっち朝の9時よ。全然大丈夫です。でも無茶ぶりでよかったですよね。昨日の夜からそのお題いただいてた。俺寝れへんかった。すごい私得な企画ですね、うん、本当は僕にも言ってほしいんだけど、女性一人しかいないので、女性も一応ゆきちゃんに。いや、それはきっと星葉さんに言いたいですよ。え、ね、じゃあ一応カメラ目線じゃなくて僕にあの目線でいただいてもいいですか。ということで、じゃあ早速始めていきたいと思うんですけど、順番がこれ揉めそうなので、うん、勝手に、僕らが決めました。はい、アシさんから。え、僕、アシさんから順番にこう降りてきて、やっぱりこう締めていただくのは、ちょっとハードル上げすぎですよ。いやいやいや、ということで、じゃあアシさんから、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずはじゃあコーディネート、はい、セッテフィーリの、はい、セッテフィーリカシミヤの、はい、ショールのカーディガン、ボタンレスになってるタイプなんですけど、ボタンないんですねこれね、はい、このニットなんですけど、はい、別注の、これ別注なんですね、はい、もともとインラインはここにベルトがついてるんですけど、ベルトなしで着るタイプ、それをもう取ってしまって、うん、でちょっとこうオーバーサイズ気味の、あ、そうですね、ゆるく着ていただける、パンツも結構リラックスした感じですもんね、ジャブスね。そうですね、まあ、ジャブスのパンツ、はい、別注なんですけど、マサッチョのステッチが入ってるタイプで、はい、プリーツが、ワンプリーツ入ってると。で靴がグルカサンダルのタッセル、タッセルグルカ、タッセルキルトがついてる、タッセルキルト、はい、どこのやつですかこれ。チーニーですね。チーニー、はい、これすごいよ、タッセルついてキルトもついてる、はい、でこれ取り外し可能ですか。はい、取り外せます。キルトって何ですか。キルトってこれですね、これ砂よけなんですよ。え、でもめっちゃ入りますよ、ここから。そう。ややこしいから。でもおしゃれとしてついてるんですかね。そう。でも取り外し可能だから、普通にグルカサンダルとしても使えますよと。うん、このテーマは何ですか。ちょいゆるな休日というか。ちょいゆるな休日。はい、じゃあそんなこのスタイルでどこに連れていくんですか、ゆきちゃんは。わあ、どこどこ。そうですね、滑ってや。何ですかその。圧力はダメよ。じゃあ、まあ海遊館とか。か、海遊館って何ですか。海遊館って、え、海遊館
ん知らないんですか。知らないです。大阪にあるめちゃくちゃ大きな水族館で、うんうん、水族館、はい、でジンベエザメもいます。私めちゃくちゃ大好きです海遊館。あ、ほんまですか。じゃあ、はい、海遊館にデートに行くとして最後の決め台詞、告白を言ってほしいんですよね。海遊館で最後の決め台詞、はい、ここに向かってお願いします、はい、また見に来ようね。あ、なんか爽やかな感じで、はい、海遊館って爽やかな場所なんですよ。だから今のなんかいいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ続いて行ってみたいと思います。宇治、はい、の遠藤さんです、はい、よろしくお願いします。宇治では2020年の、春夏はクリーン&モノトーンっていうのをちょっとテーマに。クリーン&モノトーン、はい、おすすめなのが、デペトリロのウルジのサファリジャケット。珍しいですね、はい、ウールのサファリジャケットは、ね、これペトリロなんですね、はい、インナーはグランサッソのニットの T シャツ、うん、パンツは、ベルウィッチのベルウィッチ、スコッチというモデルで、うん、足元はボードイン&ランチ、はいボードイン、はい、ちょっとスカーフが入ってますね。そう、はい、見えてんですよね。寺田さん嫌いな、はい、あそうですか。じゃあなしで。なしで。なしで。言うならばどんなスタイルですか。オフでもやっぱり決めれるという大人上品な。大人上品な。はい。じゃあこのモノトーンのクリーンなスタイルでデートどこに誘うんですか。はい、大阪だとあえて新世界。はい、あえて新世界、はい。飲食街が結構たくさんあるので、はい、あの食べ歩きをしながら。食べ歩き。はい。ちょっと1日デートという感じで。串カツとかソースとかでも大丈夫か。なんで人のテンションを下げに。失礼しました。で最後のじゃあ口説き文句、いや、次どこ行く。あ、おいい、あれいいいい、もっと直接的なじゃなくていいんですか。大丈夫です。どこどこですか直接的。いやだから次って、うん、今日の次なのか明日以降の次なのかにもよりますよね。それはどっちなんですか。ちょっといろんな意味を含めて、次どころか、ね、はい、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。で私あの宇治さんといえばなんですけど、うん、実は今日もビリエッタさんで、おこれめちゃくちゃ可愛いんです。ロングのジャンパースカートみたいな感じで、うん、可愛いですね。切り替えが面白いですね。そうなんです。でベルトも別でついてて、でちょっと派手な T シャツに、かなり可愛いらしい T シャツですね。お似合いです。ありがとうございます。はい、いよいよじゃあ PT ののりかねさん行ってみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。 PT ペルリングからはこのトラベラーというモデルを使ったジャケパンスタイルです、はい、このパンツどういうパンツなんですか。非常に PT でも人気のシリーズで、もともとスーパースリムフィットでしか展開していなかったんですけれども、うん、満を持して PT がプッシュしているジェントルマンフィットで初めて今シーズンから登場したモデルになります。出した注目モデルなんですね、はい、そうです。まずは、はい、ウールにポリエステルとポリウレタンというストレッチ素材を混ぜた素材で、非常にドライなタッチに。ちょっと触ってみていいですか。はい、もちろんです。確かにドライですね。ちょっとシャカシャカ系の空気を感じますね。高温多湿の日本でも涼しく履いていただける素材になってまして、これがあのマシンウォッシャブルの生地になっているので、洗える、洗濯機で洗えるんですよ。そしてそのグレーのパンツに合わせるのがガボのダブルジャケット。おネイビーなんですね。ネイビーです。それにサックスブルーのリネンシャツにスパッカネアポリスのこういうプリントのヴィンテージプリントのタイに、結構派手なタイです ね。ジャケットがネイビーでパンツがライトグレーっていうベーシックなスタイルなので、うん、この辺の V ゾーンでちょっと遊びを遊んでるっていう感じですね、うんうん、なるほど。で、まあ、そして足元は今まあローファーとかが非常に需要が多いんですけれども、はい、あえてここはパラブーツのシャンボードで。あ、シャンボード、はい、名品ですね。じゃあこんな綺麗めなスタイルでゆきちゃんをどこに連れていくんですか。どこどこ。大阪のまあ定番のデートスポットはあの空中庭園、スカイビル。空中庭園、また知らない言葉で。なんですか、空中庭園、どういう場所なんですか。スカイビルって、はい、なんか2つビルがあって、はい、その屋上のところからこう、はい、ちょっと夜景を見たり、ご飯食べるところとかもあるので。じゃあレストラン行った後に夜景を行く、夜景見る感じですね。はい。じゃあそれ夜景見ながら、なんて言うんですか、最後の口説き文句は。こんな夜景よりも、寺田さんの方が素敵やで。おめっちゃ照れてるやん。今のいいでしょ。だっていや今の結構きましたね、うん、ガーンと照れずに来るからね。いや、ありがとうございます。素敵。じゃあ続いて、はい、ヤコブ公園の宮本さんに行ってみたいと思います、はい、デニムブランドになるの で、 そうですよね、まあ、まずこちらがリミテッドエディションというヤコブ公園でもグレードの高いデニムパンツになるんですけども、値段もじゃあ高い。これで79,000円。おお、結構いい値段しますね。なんですけども、はい、こだわりがやっぱり随所にありまして、はい、まずボタン、ステンレス
もうこのステンレスもいわゆる高級ブランドの時計と同じ素材を使用してたりとか、だからはめ心地とかすごい滑らかでつけやすくて、はい、とてもいいのと、あとこういうここにもステンレスパッチなんですけど、そこも、はい、あとまあ裏地をしっかり施して、あ、綺麗に作ってますね。そうなんですよ、一本一本、まあ、ハンドで作ってるというのもあって、はい、まあ、このプライスプラスやっぱり履き心地なんですよね。触ってみていただきたいんですけど、すごい柔らかくて、あ、確かに、うんうん、結構ストレッチも効いてますね、はい、斜めはよく伸びるじゃないですか、ね、うん、横も結構伸びますね、はい、あと匂いとか、なんと言っても匂いとか、これが、まあ、リミテッドエディション、はい、でこちらがジージャン、デニムに合わせるのはもちろんなんですけど、まあ、スラックスパンツにこういったタイドアップで着ていただくとよりエレガントにもなりますし、グレーのパンツとか、そうですね、はいはい、あと今季サーフというのがテーマにはなるんですけども、おー、ちょっと爽やかな感じですね。そうですね、 T シャツの中サーフさらっと羽織っていただいて、はい、ちょっと夏を演出、ちょうどそうですよね、波乗りとかそういう季節ですね。そうですね、はい、はい、じゃあこんなヤコブ公園のおすすめのアイテムを使って、うん、はい、どこに、ね、はい、大阪限定ですか。いや、どこでも、でもとりあえず須磨水族館に行って南京町でブラッとする。あ、そっち、須磨水族館、神戸の人間で、はい、南京、南京町はなんていう中華街ですね。そう、あの、食べ歩きできるような、食べ歩き、いいですね、決め台詞というか、口説き文句なんていうんですか、いいですか、もらって。そうですね、ぜひカメラ目線に、まあ、食べながら、うん、寺田さんも食べてみたい。ありがとうございました。どんどん来てる。いや、なんかもうありがとうございました。こんな無茶ぶりに付き合っていただいて、あの、頭抱えてるんですよ、次の方が。じゃあ早速ね、行きましょうかね、はい、エクスクルーシブの田口さん、よろしくお願いします。お願いします。え、この組み合わせ、はい、私すごい今までに見たことないですよ。ちょっとあえて今回はスポーティーな感じにさせてもらいました、うん、かなりスポーティーですね、ブランドは純ハシムと考えたときにセットアップなんですね。触っていただければ分かるんですけれども、はい、非常にあのストレッチが効いてまして、縦横斜めに伸びます。本当だ、ね、斜め、うん、横、当たってもいっぱいきますね。本来、まあ、あの3ピースでの提案も、はい、パンツ、トラックジャケットで、はい、上にジャケット、それの3ピースですね。はい、3ピースで、うん、今回はあえてトラックジャケットは色違いでベージュを持ってきてるんですけど、はい、基本的に同じ色で全部揃うんですか。同じ色で全部も揃います。楽なんですけど、きれいめに見せたいとかっていう時には、うん、この素材が非常にいいと思います。うん、靴はスニーカーとか。そうですね、靴はスニーカーとかですかね、うん、あとはシャドウカモっていう、まあ、エンボス加工を施されているので、シャドウカモ、光の陰影で、あ、そう、実は迷彩なんですね。本当だ、多分カメラじゃ伝わりきらないと思うんですけど、ね、光に照らすと迷彩が出てきます、はい、こうパッと見た印象としては無地ですよね。そう、無地なんですけど、うん、光の陰影で迷彩を浮き出るのがちょっとこう、うん、くすぐると言いますか。なるほど。あとはですね、ポロシャツ、ポロシャツ、はい、こちらは純橋本のゴルフウェアラインとして、はい、出てるメッシュポロに、ね、そうなんですよ、うん、裏が可愛いですよ、背中に、はい、おー、面白い。トリコットカノコ素材という速乾性と伸縮性を備えたゴルフウェアラインになりますので、これを、まあ、トラックジャケットの代わりにインナーにしてもらって、このまま例えばゴルフに行って、ゴルフラウンド終わってから、はい、これを脱いでもらって、うん、トラックジャケットを中に仕込んでもらえば、うん、そのまままたこう例えばお食事で行ったり、デートで行ったり、そういったところに使える。じゃあ今度は新しいコーディネートで、はい、ゆきちゃんはどこに、はい、海がすごい好きなんですね。ドライブに行って海にちょっと行きたいな。海に最後の口説き文句をぜひ、めっちゃ好きやから付き合ってくれへん。わー、ストレートタイプ、ストレートじゃあ続いて、そうですね、CT スクーデリアの松村さん行ってみたいと思います。 CT スクーデリア大阪からですね、はい、CT スクーデリアのジャパンリミテッドモデルですね。今私が手に持っているのがブラックのカラーとホワイト、うん、白、はい、こちら中の方にトリコロールカラーがちょうど真ん中に入ってるんですけど、プッシュボタンのところにもトリコロールカラーがあしらわれていて、ちょっとアクセントとして使っていただけるようになっています。もともと人気 の, あのシリーズから の, あのジャパンリミテッドとしてのこのトリコロールカラーを入れたあのモデルになっているので、今までのスクーデリアと違った面も見れるかなというところ。ちょっと見せていただいてもいいですか。
可愛らしい時計ですね、これね。後ろもトリコロールになってるんですね、はい、かなりスポーティーな。そうですね、ブランドの元々 あのテーマがカフェレーサーというバイクの文化をテーマにしたブランドなので、じゃあバイカージャケットとかこういうライダーズがぴったりなんですか。そうなんですよ。で、中の文字のところもよく見ていただけると、通常だったら12から始まって1234とあるんですけれども、メーターだったりとかそういったものを文字盤のデザインに使っているので。ケース系これどのぐらいですか。44ですね。44、はい、割と大きいですね。そうなんです。でも私も今つけてるんですけど、本当だ、はい、まあ、女性の方でも大きい時計お好きな方も多いので、そういう方はちょっとアクセント使いで。なるほど。ベルトもいろいろご用意があるので、はい、カラー物のベルトを入れていただいてもすごくおしゃれになると思います、ね。ちなみにお値段いくらぐらいですか。こちらが16万ですね。16万、はい。じゃあこんな時計をつけて、星葉さんとどこ行きますか。アベノハルカスの。あ、ハルカス。これも夜景なんですけど、はい、ハルカスの夜景、夕方からちょっと日の入りも見れるので、サンセット、はい。じゃあ待ってるんでお願いしていいですか。すいません、よろしくお願いします。また連れてきてね。あー、かわいい。いただきました。大至急連れてきます。大至急連れてきますよ。人の聞いてるのいいなと思ってたけど、言われるのいいね。ですよね。ですよね。これもうずっと人気企画にしてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、いよいよ大鳥。いや、ちょっとやめてください、本当に。もう僕本当にいつになくドキドキしてます。じゃあスティーデラティーノのね、スティーデラティーノの、はい、コーディネート、オーラスを、はい、決めてください、ぜひ。前回の収録、このハービスでうちのその無人を紹介していただくっていう時にスティーデラティーノを紹介させていただきましたけど、はい、スティーデラティーノにはもう並々ならぬ、力を入れておりまして、はい、世界で唯一スティーデラティーノの常設ポップアップショップみたいなの、そこにありますよね、はい、こちらに構えておりまして、はい、今期そのおすすめというのがこのソラーロ、ソラーロ来ました。玉虫のセットアップ。スティーデラティーノのセットアップって、まあ、ほぼ存在しないんですけど、ジャケットは今僕が着ているダブルのスーツと全く同じ形なんですけど、かなりラペルが広めのスピードダブル、はいはい、スティーデラティーノならではのこのちょっと男らしい色気のあるダブルですね、はい、ポケットだけジャケットでパッチにしています、ね、でパンツはサイドアジャスター、サイドアジャスターのワンプリーツ、ワンプリーツ、はい、でバラバラにも着ていただけますし、スーツにも着ていただけるというセットアップになります。ちょっとあれですよね、普通のいわゆるソラーロよりはくすんでますよね。そうですね、シックなイメージですので、そんなにこう派手じゃないというかエレガントに着ていただけるという印象ですね、うん、そうですね、はい、着やすいソラーロですね、はいはい、で中は今季はちょっとこう黒のリネンを合わせて、いい、最近こう茶色と黒とか、紺と黒とか、黒がイタリアのクラシックの中でもこうベーシックな色になりつつありますので、そうですよね、以前で言うと変わった合わせだったのかもしれないんですけど、今はまあ普通の合わせになってきてますので、まあ、ソラーロにリネンのちょっとこう南イタリアっぽい感じ。あ、なるほど、シックな感じなんですね。で、まあ、靴も黒のスウェードのシングルモンク。おお、ちょっと重い。モンクストラップのシングルなんですね。誰に聞いてるの。素足で、はい、さらりと履いていただいて、うん、それかっこいいですね、そのシングルモンク。そうですね、どうですかそれ。これクロケット&ジョーンズの黒とソラーロのコンビネーションで、で素材感をリネンを加えてちょっとフォトシップ、うん、じゃあそんなシックなラテンスタイルで、ちょっとめっちゃ緊張する。ゆきちゃんどこに連れていくんですか。僕はやっぱ出身が京都なので、はい、京都にしようかなと思ったんですけど、はい、おい、あれ、はい、ここは、うん、ハービスで、おハービスっていいショップも多いんですけど、うん、大人の方が遊べる施設も整ってまして、例えばビルボードライブ、あ、ビルボードライブあるんですか。はい、ビルボードライブで、まあ、お酒飲みながらライブを聞いたりとか。大人ですね。はい、洒落たバーとか、うん、食事も充実してますし、まあ、カフェなんかも結構ありますので買い物しつつ。っていうか僕さっきトイレ行ったんですけど、はい、トイレすごくないですか。アクアディパルマとか置いたんですよ。それラウンジみたいな、着替えられるスペースもあったりとか。え、いいの。え、男子トイレ入りたいってちょっと。いやいや、入って大丈夫です。全然ウェルカムですよね。そうですね。じゃあ最後にガチの口説き文句を。いや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 、やっぱり出会ってね 2,3 年経ちますから。いいですか。はい、大阪で一緒ならへん。おー、しました。おー、素晴らしい。ありがとうございました。もう、ね、ごちそうさまです。いやいや、ありがとうございます。ちなみに、はい、もう本当に聞きづらいんだけど、一番誰が良かったの。やっぱり鳥としてこうハービス大阪のことも考え、番組のことも考えてくださった田野さんかな。ありがとうございました。優勝。嬉しい。や
時って、うん、やっぱり色も形もすごい綺麗じゃないですか。コーディネートもすごいかっこよかったね。かっこよかったです。大人っぽくて、いやでもね本当に田口さんのスタイルも、うん、あの新しい発見でした。迷彩に見えるっていうのが海のドライブとおっしゃってたんで、確かに多分途中で気づくんですよ迷彩っていうことに。おお、なるほど、光が強いからね。そうなるほど、それも素敵だなと思ったんで、うん、でもこの企画は絶対楽しいんでまたやりましょう。そうですね、はい、ぜひあのコメント欄にハービス大阪でまたやってっていう風にね言っていただければ多分この企画生まれると思いますので。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、本当に館全体でご協力いただいて、はい、あのこうやって収録させていただいているので本当にハービスさん本当にありがとうございます。ありがとうございました。それでは最後お一人ずつなんか告知を。そうですね、はい、告知を聞いていきましょうかね。はい、じゃあアシさんから。はい、アシさんインスタやってます。タクマローネ、タクマローネ、タクマローネでやってますのでよかったらぜひフォローしてあげてください。はい、お願いします。はい、そしてじゃあグジの遠藤さん。はい、グジ大阪店では、毎シーズン、毎月、いろんなあのポップアップだったりとか、まあ、オーダー会っていうのをさせていただいています。はい、インスタグラム、フェイスブックなどでの告知もさせていただいてますのでぜひあの来店していただければと思います。はい、ぜひ、はい、フォローしてあげてください、はい、ぜひよろしくお願いします。 PT ペルリング3月にリニューアルいたしましたので新しい PT をぜひ見に来てください。ハービスプラザ1階にあるヤコブ公園になります。デートの際、立ち寄っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、エクスクルーシブではオーダースーツも展開をしてまして。あ、そうなんですね。はい、はい、スーツだけじゃなくてタキシードであったり、はい、オーダーのコートであったり、はい、まあ、はたまた喪服まで展開もしてますので、うん、もしよろしければお声掛けいただけたらということと、はい、あとあの今日紹介させていただいた TFW というゴルフウェアブランドからの、はい、メンズのスキンケアのセットなんですけど、うん、それを先着で15名様、うん、BR チャンネルを見たと言っていただければ、まさかの特典、はい、お買い物をしていただければこれをプレゼントで。はい、いくら買うとかのあれもなく、まあ、ね、その辺はそれなりの金額によっては減るかもしれない。なるほど、エクスクルーシブぜひ行ってみてください、はい、そしてじゃあ CT スクーデリアの、はい、CT スクーデリアですね、はい、こちら今回 BR チャンネルを見たと言っていただいて時計を買い求めいただいた方にこの付け替えのベルトを一つ選んでいただいてプレゼントさせていただきます。ご自身でも簡単に付け替えができるので、なるほど、あのシーンによってあの通常のこの一色のベルトからこういうカラー物のベルトに付け替えて楽しんでいただけるかと思いますので、うん、先着3名様です。先着3名様、はい、時計を買った方には、はい、急がなきゃ、はい、そうですね、うん、そしてじゃあ田野さん、ちょっとそんな何も用意してないんですけど、ね、いやちょっとなんか考えさせて、はい、はい、であの先ほどもちょっとあの申し上げましたけど、ハービスに来てから10年ぐらい経ちますけど、すごいこう落ち着いた大人のいい空間だなっていうふうに思ってますし、ビルボードライブもありますし、ホテルもリッツカールトンがあったりとか、ね、リッツ隣ですもんね。そうですね、あの大人の男性が遊ぶには非常にこう素敵な施設だと思いますので、ハービスにぜひあの足を運んでいただければと思います。でも社長なのに店頭に立つ田野さんですから、はい、ハービスにもおりますので、はい、よろしくお願いします。なのでぜひ皆さん田野さんにも会いに来ていただいてね、はい、それでは本日は以上ですかね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回はこちら。ゆきさん元気？元気です。総集編をお届けしたいと思ってるんですよ。キーワード星葉さん教えてください。黒パンツです。実は BR チャンネルはずっと黒パンを押し続けていたわけなんですよね、まあ、そうですね、先駆者的な存在ではありますよね、すごくね、うん、うん、ということで、はい、今日の初のひな壇、うん、ひな壇面白かったね今日ね。ひな壇の方が喋りやすいですね。そうだね。でもやっぱりちょっと皆さん緊張されてた感はあったなと思ったんで、うん、まあ、まして口説き文句っていうのもありましたしね。まあでもそれだな問題は。でもさ、やっぱ大阪ってそんな面白いところたくさんあるっていうのを、もっと言うと、うん、ハービス大阪そんなに目白押しだったんだっていうのをちょっと聞いて、なんかゆっくりそのハービス大阪回るロケとかもしたいですね。とかハービス大阪の楽しみ方とかね。楽しみ方とか、なのでまたぜひハービスさんよろしくお願いします。呼んでください。呼んでください。そしてじゃあ最後宣伝を。はい、インスタグラム、ツイッター等をやっております。ぜひ皆さん SNS、フォローしていただけたら嬉しいです。お願いします。ぜひフォローしてあげてください。そして僕が編集長を務めている、講談社のウェブマガジン、フォルスタスタイルも、うん、どんどん新しい動画をアップしておりますので、そちらもご覧になってください。そして僕もインスタグラムやってるんで、ぜひ、ゆきちゃんと一緒にフォローしてください。はい、ということで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。またまたね。チャンネル登録はこちらこちらです。お願いします。チャンネル登録よろしくね。
そしておすすめ動画がこちらです。別の回でハービスでグジ村案内してます。それも見てね。